あ、結構ホコリがついてる。あ、この辺なんかバリ出てますね、バリ。まだ加工ちょっと甘いですね。こちらですね、蛍光 X 線の分析装置といいまして、どの元素がどれぐらい入っているかと大切に扱ってます。どうもこんにちは、ライブドアニュースの井田です。増田です。我々のゲーム散歩もついにチャンネル登録10万人で銀の盾ゲット。そして、先日登録者数15万人突破しました。いつも皆様ご視聴ありがとうございます。いや、いい流れですね。いや、本当です。なんかまあ1年前とかね、7、8万人だったと思うんで、うん、まあ、それの倍ですね。ですね。かなり順調、順調に成長してます。はい、本当に皆様のおかげでございます。ゲーム散歩はいろんなプロに見てもらうというコンセプトなので、銀の盾が手に入ったらこれも金属のプロに見てもらいたいなと去年からずっと思っていたんです。まあ、そしたら今回なんとオリンパスさんが蛍光 X 線を使った成分分析と、まあ、超ハイテクな防御用の顕微鏡を使って観察してくださるということで、早速取材の方行ってまいりました。ただ銀の盾って本当に銀でできてんのとか、本当はどういう成分が入ってんのみたいな動画を今年の頭に他のチャンネルで出ちゃっておりましたので、まあ、なので、まあ、僕らのスタンスとしては、はい、まあ、さらにもう超ハイテクな機器を使って徹底的に見ていこうという感じでやっていきます。うん、この銀の盾アメリカから送られてきてこの箱に入っていたんですけど、まあ、表面の方とか細かく見たらアメリカの埃ついてんじゃないかとか、もしかしたらスナック菓子の食べかすとかもついてんじゃないかとか、そういう疑惑を我々持っていまして、そのあたり細かくじっくり見ていきます。はい、検査を担当してくれたのはこの2人です。趣味が相当ギラついてるんですけどね。まあ、そうですね。現場にパッと伺って出てきたのがこれだったっていう。まあ、出世のためにゴルフ始めたっていうのもなかなかの。木さんの脱いだらすごいってもだいぶ気になりますけどね。結局確かめてなかったからね。確かめにくいですからね。このまま脱いでもらうことはできなかったからわからないんですけども、まあ、どうやらかなりすごいと。すごいらしい。はい、では早速 VTR ご覧ください。どうもこんにちは。ちょちょ。今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。こちら銀の盾です。あ。はい、ありがとうございます。じゃあこちらを解析すればよろしいですかね。そうですね、はい、お願いします。わ、はい、かりました。はい、まだ開けてないんですもんね。あ、未開封です。なるほど。ここがもうボコボコなんで不安は煽りますよね。本当ですね。顕微鏡はですね、そういった不良品なんかはね、逃さず見つけますんで、はい、楽しみにしていただければと思いますんで。はい、はいはい、それではミキさん、オープンお願いします。え、私の方でもう一回取り上げましょう。やり直して。それでは開封よろしくお願いします。私の方でこんな貴重なものを開封してしまってよろしいんでしょうか。もちろんです。僕ら素人が触っていいもんじゃないともう思ってるんで、検査の対象物なんで緊張しますね。お願いします。じゃあ早速開けさせていただきたいと思います。多分ここのところを切ればいいのかな。早速いきます。お願いします。おー、おおおおおおわざとらしい。だんだん変なテンションになってきて。何ヶ月も待ってますからね。そうです。ようやく見られるっていう。私もですね、こんな貴重なところに立ち会えるなんてちょっと嬉しいですね。肩の羽織ってもらいます。ありがとうございます。よろしいですか。3、2、1、オープン、うわーオープン、うわーオープン、うわー、あ、こういう風になってますね。だからまだですね。まだですね。じゃあ早速ここの緩衝材をちょっと取らせていただきますと、なんか手紙が入って、メッセージがありますね。ちょっと英語なんでよくわかんないんで飛ばしましょうか。よろしいですか。はい、はい、では早速ありますね。これか、これか、これですね。入ってんだ。ちゃんと会社名が入ってますね。てか意外とちゃんと袋に入ってるんですね。中は綺麗で良かったです。そうですね、ボロボロだから、うん、まだ分かりませんよ。確かに。まだここまで偽装されてるだけかもしれない。そうですね。どんなに細かいものも見逃しませんから。じゃあこれをまずは顕微鏡で見ていくと。そうですね、はい、でこれなんかやたらすごそうなやつなんですけど、はい、どういった機械になりますか。そうですね、こちらはですね、オリンパスがですね誇ります最新鋭の顕微鏡になります。デジタルマイクロスコープと。デジタルマイクロスコープ言われるものになります。デザインがもうすでにかっこいい。まずかっこいい。近未来的ですよね。近未来的、うん、はい、まあ、目で覗くんじゃなくてもモニターにですね映してこう観察拡大をしていくと。覗き込むところもうないんですね。ないんですね、今の顕微鏡。例えばこれ何が映ってるか分かりますかね。こちら
ダンゴムシの化石とかですかね。ダンゴムシっぽく見えるんですけど、これはですね、この500円玉ですね。あ、もうあったんですか、はいはい、500円玉のここのゼロの部分ですね、ここのギザギザのところがですね、拡大されてみてると。これ何倍ぐらいなんですか。これでですね、今ね、49倍という形なんで、大体50倍ぐらいですね。まだまだこれ最大7000倍まで上がりますんで、もうかなり何が見えるのか細かい想像がつかない。じゃあちょっと簡単にバリスパッと上げてみましょうか。はい、お、え、さっきの溝ですか、これ。これさっきの溝が拡大されましてですね、これで300倍ぐらい、320倍とかですね。もはやすでに何か分かんなくなる。もうすでに何だか分かんないですね、これ。こんなシャープな線あったみたいな感じの。そうなんですよ、ゼロの横のとこと。そうですね、ゼロの横の線、横棒になります。こんな感じで拡大をしていきますので、はい、銀の盾をですね。銀の盾ボロボロじゃないといいですけどね。そうですね。じゃあ早速見てみましょうか。はい、お願いします。はい、はい、それではこちら観察させていただきます。これ結構重たいですね、今。これでもね、思ったより重くないですね。あ、そうなんですか、はい、うん、どれくらいだろうな、あんまり重くないです。すごい力。早速助手の小野くん、お願いします。ここ今ですね、YouTube のこの再生マークの三角のところですね。こんなに溝入ってるんですか。こんなに溝が意外と綺麗ですね。そうですね。あ、この辺なんかバリ出てますね、バリね。バリ、あ、バリが、あ、厳しく見てくるちょっとあれですね。そうですね、まだ加工ちょっと甘いですね。なんか黒い点々みたいな、うん、これ、あ、え、これはアメリカの誇りじゃないですか。誇り、これがアメリカの誇りですか。アメリカの誇りだと思う。本当に見つかった。これ人毛ですかね。それか。あんま見たくないです。123倍で。そうですね、謎の。そうですね。繊維質のものがありますね。毛根はないか、さすがに。毛根はなさそうかな。なんですかね、ちょっとホコリっぽい部屋でもしかしたら梱包したのかもしれないですね。それかここの部屋でついたか。それはありえる。開けた瞬間、まあ、確かに。でも今袋から出したばっかだからな。あ、でも結構ありますね、同じ質のやつ。結構ありますね、いろんな繊維が。結構繊維が、セーターの人が梱包したのか、梱包したのかもしれないですね。この黒いちょっと塊っぽいのは、これ拡大してみましょうか。ん、何これ。え、え、金属片。ん、これは何、これは何。これは何ですかね。金属感ありますよね。乗っかってるっていうか、待ってる、乗っかってるかどうかもですね、なんとこの研究わかるんですよ。あ、そうなんですか。どうやってわかるんですか、それ。じゃあ助手の小野くん、はい、顕微鏡すげえな。これで今立体的に撮りましたんで、この 3D ボタンをですね、立体的に撮れた、押しますと、あ、もうデータになってるんですね。なるほど、撮ってますね、これね。これを例えばですね、この赤い線のこの断面がこう出てくるんですけど、はいはい、そうすると大体この謎のホコリの高さがですね、28ミクロンの出っ張りがあると。出っ張りじゃないです。で、幅はですね、150ミクロンぐらいですね。150ミクロンぐらいの。全然意味が分からない。何言ってるの、はい、体感的に分かんないですね。150ミクロンぐらいのホコリを管理してないですね。肉眼で見てみてもいいですか。そうですね。あ、結構ホコリがついてる。あ、まあまあ、結構ホコリついてここのホコリかもしれない。ちょっとこれで品質が甘いとか言い始めたら本当にすごいクレーマーだなって。確かに自分たちのことを思い始めちゃった。そもそもこの実験環境外はホコリが舞ってるんで。確かにこの部屋のホコリの可能性が高いですね。小野くんのやつだね。これかな。じゃあ後でこのジャケットを顕微鏡で。おお。え、何ですかこれ。
綺麗ですけど、これですね、微分干渉観察っていうもので、微分干渉観察、これさっきのホコリとかではなくてですね、表面自体のこの凹凸がですね、はい、本当にこれもナノレベルですね、うん、ナノレベルの凹凸がこう見えるような観察方法なんですよ。へえ。そうするとこれはもう完全にこれ傷じゃないかなと思いますね。これなんかはね、さっき乗ってるホコリかなと思うんですけど、はいはい、これはもうなんか削れた跡かなっていう感じがしますね。こんなようななんかこう剥がれてる感が、あ、かき傷があるのかな、でそこでパキッといっちゃったのかなっていう。そうですね、なんかこう剥がれたのかもしれないですね、これね。表面がナノレベルか、ちょっとナノレベルでのコメントを用意してなかったからなんか言いづらいけどまあ、ほらこういう風な凹凸みたいなのはもう何ですかね、これ素材材質が持ってる、本当すごくもうパッと見表面ですごく平らなんですけど、はいはいはい、本当はそういうものでも実はナノレベルで凹凸があるんですね。あるんですね。でその中にもやっぱこういう傷があると顕微鏡で見つけると、うんうん、ことができるっていう形でね。へ、まあ、普通に観察してると多分見逃しちゃうような、ツルツルにしか見えないですからね、まあ、普通に見るとこんな感じなんですよね。もうツルツルで全然わからないですよね。ところがナノレベルになるとこういう小さな傷も見逃さない。顕微鏡怖いな。そうですね、もうこれあったらもう NG ですね。 NG ですね。もうオリンパス基準では、オリンパス基準ではもうダメです。そんな厳しい正直これでもう肉眼ではもはや見えない。もう肉眼ではもうほぼ見えないと思いますね。でもナノレベルのこんな傷を見つけるのってどういう場面なんですか？そうですね、まあよくあるのは半導体とかですね、あ、まあそういった分野でやっぱり本当に傷がついてるとその製品の不良につながりますんで、はいはいはい、まあ、そういうのをちゃんとチェックするという意味で顕微鏡が使われてますね、うん、なるほど。ナノでもダメなんですよ。そうですね、はい、ナノってなんかもはや分かんないから調べたくない。ナノは1ミクロンの1000分の1です。ミクロンの1000分の1ですね、はい、ミクロンの1000分の1です。ミクロンも怪しい。まずミクロン勉強不足で来てしまった。1ミリの1000分の1がミクロンですね。1000分の1の1000分の1ですね。そうですね、100万分の1です、1ミリの100万分の1が1ナノっていうのはね。それは見えねえよな食べかすとかはなかった。さすがに食べかすはなかった。フィフター最悪です。ちょっと助手大丈夫？レンズにぶつけちゃいけない。なんかホコリが見えるけど、やっぱりこれは小野さんのジャケットなのか。完全にそうなります。この100万再生だったらもっと厳密な環境でやりましょう。そうですね、私もつるっとした服で、はい、この辺は今どこら辺なんですか？これちょっと逆になってますけど、10万の文字の1とか0とか文字のとこですね。文字ってこれ何でできてるんですかね？多分削ってんだよな、これ印刷ではない。あ、印刷か。ちょっとこれ凹凸見てる。あ、印刷っぽいですね、なんかね。なんかアップで見るとちょっと気持ち悪いですね。そうですね通合体っぽい感じっぽい感じが。あー、これ印刷ですね。これインクがこう乗っかってる感じです。これインクの感じなんですね。そうですね、多分削るとなるとやっぱりお金かかるんでしょうね。印刷の方がコスト的には確かに印刷の方が楽そうではある、うん、すごいベチャベチャな、うん、液体っぽい。そうですね、割と立体感ありますね、文字も。ちょっと印刷してるところのさ 3D とか撮ったら高いね。そうそう、貼り合わせてこういうとこぐらいまで。ああ、確かに。ちょっとこの印刷の具合っていうの今、はい、これから画像化してお見せしますので。印刷の具合を。印刷、そうですね、どういう風にこうインクが乗ってるか。あ、はいはい、盛り上がり具合。そうですね、盛り上がり具合がすごいマニアックなんですよこれインクの盛り上がり具合はまだ YouTube でも見たことないですよ対抗者燃やしていただいてありがとうございます何か見つけなきゃっていうところで。おー、おー、あれ、おー、こう、え、結構盛り上がってる。盛り上がってますね。それでも10ミクロンぐらいですね。10ミクロン毎回わかんない1000分100分の1ミリです。本当にちゃんと膨らんでるんですね。そうですね、だから削れると思いますよこれ。
マイナスドライバーとかでガリガリ削れば文字消せる。削れますね。これがライブドアの E の縦線ですか。そうですね、 E のところですね。E の縦線はこのぐらい盛り上がってるそうです。E の縦線は100分の1ミリ、100分の1ミリ、うん、盛り上がってると。ありがとうございます。こんな新事実他じゃ出ないですよ。出ないですね。ここだけの情報ですよ。やらないですよ他は。何の得があるんだろう。顕微鏡でサイズの測定までできるとか全く知らなかったですね。そうですね、最近はもう見るだけじゃなくて、うん、こう寸法測るとか、うん、すごく多いですね。多いんですね、はい、普通に社会科見学として楽しい。確かにあれ目的違ってきましたけどね。もう検査とかじゃなくてオリンパスが楽しい。はい、じゃあ続いてよろしくお願いします。はい、じゃあ私の方でですね、ハンドヘルドタイプのですね蛍光 X の分析系でですね、こちらの縦の方をですね分析したいと思います。どうですか、パッと見た感じいかがですか。そうですね、ここはすごい鏡面状態になっているので、おそらくまあステンレスの鏡で、この辺がまあアルミですかね、うん、まあ、表面状態もすごいまあ綺麗に見えますけれども、どういう成分なのかっていうのをですね分析したいと思います。はい、はい、こちらですね蛍光 X 線の分析装置といいまして、この装置の先端からですね X 線が出ます。でこの物質に当たって跳ね返ってくるですね各元素それぞれのですね違ったエネルギーを持っておりますので、そのエネルギーと強度をですね分析することによって、どの元素がですね、うん、どれぐらい入っているかというのをですね、うん、誰でも簡単にですね分析できる装置になっております。はい、蛍光線を当ててエネルギーと強度を見るんですね。そうですね。簡単に言うと X 線を出しまして、で跳ね返ってくるですね、はい、蛍光 X 線、各元素それぞれ違ったこう波長を持っているです、ね、はいはいはい、ものがこう跳ね返ってきますので、それをこの装置で分析をしてやって、まあ、どの元素がどれぐらい入ってますよというのを出せるような、そういった装置になってます。ちなみにそれはおいくらぐらい。そうですね、今日お持ちしているタイプはですね、だいたいですね500万円。500万、こっちも500万ですか。全国ぐらいですね。これ500万、はい、はい、ぐらいになります。手で持つのに500万するんですか。そうです、はい。怖いな。少々お待ちください。はい、靴線出るけど別にあれなんですよね、健康に害はないというか。そうですね、いろいろなこれ安全機構がついておりまして、例えばここにですね赤外線のセンサーが向けられるついておりまして、ね、大丈夫です。あのこちら例えばちょっとでもですねこの先端がこう浮いてしまっていると、うん、もう赤外線が返ってこないので X 線を打てないと、はい、はい、なのでこう人に向けて打つということは基本的にできないようにはなってます。安心なんですね。はい、はい、じゃあ早速ですね分析の方していきたいと思います。はい、お願いします。ではまずですねこちらのですね、部分ですねからいきたいと思います。はい、もう非常に簡単にここに密着させてですね当ててトリガーをカチッと引くだけですね。はい、今5秒ぐらいの測定になっておりますけれども、はい、そうですね、もうそうですね、これでもう出てますね。はいはい、一番上の AL、アルミですね、アルミが 98%、うん、シリコンが 1.39%、鉄が 0.34% というところで、まあ、アルミ合金ですよというところになっております。うん、しれっと銀じゃないって感じになって。そうですね、まずね、まずね。そうですね、ここにはまずちょっと銀としては入ってないかなというところですね。はい、一旦めちゃくちゃベーシックな質問なんですけど、はい、アルミ合金っていうのは、はい、アルミをベースにしていろんなものが混ざってるっていうやつですか。そうですね、例えば、ですね、アルミでもいろいろなこう元素の材料を加えることによっていろいろな特性を持たせることができます。例えばジュラルミンケースとかですと、頑丈なやつですね。そうですね、あの金が入ってる。そうですね、銅とかですね、あとはマグネシウムとかが入っていて軽くて丈夫ですよとかですね、アルミ缶とかですとマンガンが入っていたりとかですね、まあいろいろなこう元素を追加することによっていろいろな特性を持たせると、例えば1100番とか1000番とか6063とか、まあいろいろな本当に業界内では通じる数字の、そうですね、あの型番があるありますね。はい、ジュラルミンはアルミ合金。そうですね、はい、アルミも硬くなれるんですね。そうですね、アルミホイルのイメージですか。そうなんです、アルミのいろいろなものを加えることによっていろいろな特性を持たせるということができるようになっています。はい、
じゃあ早速次に鏡の部分ですね、測っていきたいなと思います。はい、お願いします、はい、一番銀っぽいところね。そうですね、うん、そうですね、はい、終わりました。で、ね、でこちらですね、はい、こちら先ほど言いましたけど合金のですね、品種分かりますよっていうので304って出てるんですけども、これですね、はい、ステンレスの304で、まあ、エグザクトって出てるので間違いないですよ と, と絶対これ304のステンレスだからって。そうですね、まあその絶対というところは言い切れないんですけれどもまあほぼまあ304で間違いないですよと判定をしてくれてます。はい、で304なので、まあ、ステンレスの中でもいろいろ種類があるんですけども、はい、一般的によく日常生活で例えば調理器具の使うボールみたいなものであるとか、日常的にある有機金属とかですと304というのが一番よく使われている。あ、そうなんだ、ね、はい、一番身近なステンレス。そうですね、ステンレスになっているかなと思います。はい、それの、まあ、鏡で多分間違いないだろうなというような判定をしてくれています。はい、鉄が多いんですか。そうですね、鉄とクロムとニッケルが主な主成分になっています。はい、でステンレスもいろいろな種類があるんですけれども、例えばステンレスの 316L とかっていうものとかですと、まあ、あのちょっと高級な腕時計とかに入っていたりだとか。高級なっていう。そうですね、はい、安物には入ってないところです。そうですね、一般的には304とかですね、はい、そういうのが多いかなと思いますけれども、高級なもの 316L とか、あと高級な腕時計の代名詞の、まあ、ロレックスとか、はい、ああいうものですと 904L とか、硬くて傷つきにくいような、はい、そういったまあ、特殊なですね、うん、ものになってたりするので。高いやつは実際ちゃんと機能もいいんですね。そうですね、やっぱりそれなりの理由があって作られているというところになってますね。はい、じゃあまあ安めのステンレスがまあ安めというか、ね、一般的によく使われているというところですね。なるほど、なるほど、はい、銀どこにもいないんです。銀はいないですね、はい、出てきてないですね。あ、銀はそうですね、出てきてないですね。はい、じゃあ最後にですね、ここの三角形の部分ですね、再生マークのところを測っていきたいと思います。まあ見た感じし同じそうですね外側と同じそうだけど、はい、はい、はい、そうですね、こう見ていただくと先ほどと同じようにアルミがたくさん出てますね、うん、でその後に硫黄ですね、硫黄がそうですね出てますね。さっきいなかった。そうですね、なんかアルミが98ぐらいですか。そうですね、そう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 、はい、おそらくこの硫黄なんですけれども、まあ、質感とかですね、そういったものを良くするために、まあ、表面加工のためですね、表面処理でですね使っているものかなと。なのでここだけちょっとこうやっぱり気合を入れてですね作ってるかもしれないですね、はい、効果出てますかその全然肉じゃわかんない、はい、見た目同じ、見た目は同じように見えますけども、うん、効果出なかったらそんな手間かけるだけ無駄ですもんね。そうですね、もしかしたらちょっとこう擦ってもこう取れにくいようにとかですね、そういうのかもしれないですし、はい、で見ていただくとやはり銀は含まれてはいないと。やっぱりそうですね、いうところにはやっぱりなってくるかなと思います。はい、ただもし例えばですね、この縦が全て銀だった場合、はい、今 1g 銀はだいたい100円ぐらいと思うので、うん、これが例えば 1kg だと銀全部銀でそれだけの価値だと、まあ、10万円ぐらいかなというイメージです。はい、ただまあこの縦ですねまあお金で買えるものではないと思ってますし、はい、私はこの盾自体はもうプライスレスだというふうに思ってますね、はい、YouTube の方ですか。いえでも本当にこれって、ね、YouTube 側のお金で買えるものでは本当にないので。確かに、まあそれはそうですね、金額の付けようは多分、ね、ないと思いますので、はい、我々がこういくらですっていうのはやっぱり言えるかなと思いますので。なるほどなるほど、はい、それお気遣いいただいてありがとうございます。いえとんでもないです。でアルミとステンレスで、まあ、なんか2対8ぐらいですかね、8割アルミだとおいくらぐらいなんですかね。アルミだとどうでしょうね、インターネットで調べていただくと。あ、そうかそうか、グラム単位。そうですね、はい、グラムいくらっていうところで見ていただければと。わかりました、家帰ってすぐググります。今回銀の盾以外に私物を何個か持ってきたので、はい、そちらもちょっと測っていただければと思います。ぜひ、はい、ちょっと測定してみたいと思います、はい、こちらの銅像らしきものを。そうですね、はい、考える人ではなくて考える人です、ね、人はい、はい、ちょっと測ってみたいと思います、はい、それどうですか体感。重量はですね非常に軽いですね。あ、軽い、中入ってるのかな。ちょっと一度
測ってみたいと思います。はい、じゃあ早速こちらに当てて脳天に打ち込まれてる感がシュールな光景です。そうですね、はい、お出ました。え、何ですか。そうですね、銅とチタンとシリコンと亜鉛という形に出てますけど、おそらくこれですね、はいはい、表面のものを測ってるのかなと思っています。おそらくまあチタンとかっていうのは塗料とかにたくさん含まれているものになっているので、はい、まあ、表面の塗料とかを結構取ってるのかなと思います。こんだけチタンが入ってるってことはおそらくないと思うので、はい、ちょっと中まではわからないんですけれども、うん、一応銅がメインなのかなというところですね。コーティング部分を今そうですね、本当に実体が何かを知りたければ表面削るしかないんですね。そうですね、基本的には表面分析の装置になってくるので、削ってほしくないので、そうですね、この辺に、はい、ちょっと価値はですね、何とも言えないところですが大切にぜひしていただければと思います。こちらもプライスです。はい、3000円です。はい、最後この兵馬俑、もう一度リサイクルショップで1000円で買った兵馬俑の人形です。金属ではなさそうなので、はい、ちょっと金属以外のですねものも測れる、メソッドですね。でちょっと測ってみたいと思います。そうですね、やはり金属ではなさそうですね。おそらくまあ粘土とかですね、はい、そういったものでできてるんじゃないかなと思います。なかなかこう価値がいくらっていうのは難しいところだと思いますけれども、はい、大切になさって。目線にもうなっちゃってる。ありがとうございます。はい、はい、まあ今回ね、食べかすとかは見当たらなかったですけど、さすがにね。でもなんかあのミクロとかマクロの世界が想像以上に、ね、うん、初めて見たんだよ、あんなの、うん、てかあんな綺麗なんだっていう感じ。そう、なんかもっと最近とかも汚いのかなと思った。意外とすごい綺麗な世界だったっていうのがびっくりしましたね。そうですね、うん、7000倍も試せばよかったっすよね。ああ、そっか、今回やんなかったんですか。そうですね、今回320までしかやってないと思う。はいはい、ああ、そっか、もっとね、うん、深いミクロの世界をいけるんだからいけたらよかった。本当そうですね、うん、もうオリンパスさんもなんかまた見たいものあったら持ってきてくださいっていう感じだったんで、なんかまた持ってきたいですよね、はい、次。あ、そうですね、まあなんか僕たちのでもいいですし、うん、なんかもう視聴者の方が、うん、まあ、日頃気になってる、そういえばあれ何みたいなやつも全然、はい、受け付けますので。はい、そうですね、はい、この価格見たいわっていうものがあったらね、僕らのツイッターの方にご連絡いただければと思いますので、よろしくお願いします。あ、最後になんかチャンネル登録お願いしますとか言った方がいいんじゃないですか。あれ撮ります。チャンネル登録お願いします。あ、もしこの動画を見てよかったらチャンネル登録とグッドボタン、バッドボタン、バッドボタングッドボタンだけでいいでしょ。押さないでほしいよ、バッドボタン。今後もお楽しみに。